皆様こんにちは。自動車教習所を卒業して次は本面試験を受けるけど、本面試験って何？どんな試験なの？このような不安をお持ちの方のために参考動画を作りました。この動画は初めて運転免許を取る人や原付免許を持っている人が自動車教習所などを卒業して普通免許を取る場合の本面試験について解説いたします。ご参考にしてくださいね。本面試験では適性試験と学科試験と技能試験を受けます。このうち技能試験は自動車教習所で卒業検定という技能試験にすでに合格されているので受ける必要はありません。ご卒業の時にもらった卒業証明書で技能試験が免除されます。ただしこの卒業証明書の有効期限は1年です。1年を過ぎると技能試験が免除されませんのでご注意くださいね。次に適性試験は視力、色彩識別能力、聴力、運動能力の検査を受けます。その基準は次の通りです。視力は両目で 0.7 以上、さらに片方の目がそれぞれ 0.3 以上で合格です。また片方の目の視力が 0.3 未満の場合でも、もう片方の目が 0.7 以上あって、その視野が左右150度以上あれば合格です。なおこの検査は眼鏡などを使用して受けることができますが、その場合運転の条件に眼鏡などの条件がつきます。色彩識別能力は赤色、青色、黄色の色を見分ける検査で、一定の距離から信号機の判断ができるかというものです。聴力は補聴器を使用している場合も含めて、両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの軽音機の音が聞こえることです。90デシベルの音量とは、電車や地下鉄の走行音やオートバイのエンジン音など相当大きな音量ですので、補聴器の使用も含めて日常会話ができる程度の聴力があれば問題ありません。またこの音量が聞こえない場合でも条件付きで合格になる場合があります。最後に運動能力も、日常生活に支障がなければ不安に感じることはありません。適性試験は自動車教習所に入学するときにすでに同じ検査に合格されているので、心配される人は少ないと思いますが、視力は体調に影響を受けるので、受験の前日は早めに寝るようにしましょう。次に学科試験です。学科試験は道路交通法などから作成された交通の方法に関する教則から出題されます。自動車教習所などで受けた学科教習や学科教本はこの教則に基づいたものなので、試験準備は学科教習を復習したり教本をしっかり読み直すことが大切です。またたくさんの練習問題を解いてみて、一つ一つの法令の意味を理解したり、問題文の要点を的確につかむことも大切です。このチャンネルの動画もこの教則に基づいて解説を念入りにしていますので、試験準備にご活用いただければ嬉しいです。学科試験の出題数と採点は、文章問題90問とイラスト問題5問の95問を50分間で回答します。文章問題は1問1点で全て正解すると90点、イラスト問題は1問2点で全て正解すると10点で、合格のラインは90点以上です。そして文章問題の回答の要領は正誤式で回答します。問題文が正しい、または適切であると思うものには正しいを、間違っているまたは不適切であると思うものには誤りの回答をします。回答のポイントは、問題文が法令の原則を聞いているのか、法令の原則と例外も含めて聞いているのか、法令として正しいか誤りかではなくて、運転者の判断や行動として適切か不適切かを聞いているのかなど、問題文の要点を的確に読み取って回答することも大切です。例えば問題1、左右の見通しの効かない交差点は徐行場所である。問題2、左右の見通しの効かない交差点はどのような場合でも必ず徐行しなければならない。問題3、優先道路を通行しているとき危険を感じたので左右の見通しの効かない交差点を徐行した。どれもよく似た問題ですが、問題1は法令の原則を聞かれている問題です。見通しの効かない交差点は徐行場所なので正解です。問題2は、どのような場合でもや必ずなどの言葉が入っているので法令の例外も含めて聞かれている問題です。優先道路を通行している場合は見通しの効かない交差点でも徐行義務がないので間違いです。問題3は、運転者の判断や行動を表している文章なので法令として正しいか間違いかではなくて、運転者の判断行動の良し悪しを聞かれている問題です。優先道路を通行している場合でも運転者が危険を感じて徐行したのであるから間違った行動ではありませんので正解です。もし回答に悩むときは、
正解にする場合と誤りにする場合を比べてみて、文章に無理のない方を選びましょう。次はイラスト問題です。イラスト問題は、交通場面を表す一つのイラストと、その交通場面を補足する文章に対して、運転者の判断行動を表す3つの問題文が適切か不適切かを回答する、危険予測問題です。適切と思うものには正しいを、不適切と思うものには誤りを回答して、3つとも正解すると点数が加算されます。イラスト問題の回答のポイントは、イラストには危険を想定した交通場面が描かれているので、アクセルを緩める、減速する、徐行するなど速度を落とそうとしたり、手前で待つ、手前で止まる、一時停止など、他の交通に道を譲ろうとしたり、十分な速報間隔や車間距離を取るなど安全なスペースを空けようとする運転は、予測される危険に備えた適切な運転なので正解です。それとは反対に、危険が予測される交通場面にもかかわらず、そのままの速度で走行、一気に加速して通過、素早く通過など、安全な速度に落とそうとしなかったり、他の交通より先を急ごうとする運転や、車間距離を詰めてなど、安全な車間距離や速報間隔を空けようとしない運転などは、予測される危険に備えのない不適切な運転なので、誤りです。これが一般的な回答のポイントです。しかし、例えば高速道路の本線車道を走行している場合、加速車線から本線車道へ合流しようとする車があって後続車もあるときは、合流しようとする車と後続車に対しても安全な車間距離を保つ必要があるので、このままの速度で加速しないで走行するなどの文章が正解になる場合もあります。このように必ずしも一般的な回答や一部の言葉だけにこだわらず、イラストの交通場面や文章をよく考えて回答することが大切です。本面試験の内容の解説はこれで終わりです。まとめると、技能試験は免除なので受ける必要はありません。卒業証明書を忘れないようにお持ちくださいね。適性試験は、自動車教習所などの入所ですでに同じ検査に合格されているので、ほとんどの人が心配いらないと思います。受験前日は睡眠をしっかりとって体調を整えておきましょう。そうすると心配なのは学科試験だけですね。このチャンネル内には、おすすめの参考動画がありますのでご参考にしてください。概要欄におすすめ動画のリンクがあります。最後に、自動車教習所などをご卒業されるときに、本面試験の受験案内があったと思いますが、本面試験の受ける場所、受ける日、持ち物なども付け加えておきますので、しっかりとご準備してくださいね。自動車教習所は全国どこの教習所でも入学できますが、本免許試験は住民票のある地域の運転免許試験場などで受験します。受験日時は休日を除く月曜から金曜の午前か午後で、予約制になっているところが多いようです。受験当日の持ち物は運転免許申請書、これは運転免許試験を受けるための申込書で、お持ちでない場合は当日試験場などでもらって記入すれば大丈夫です。本籍の入った住民票、必ず本籍の入った住民票でマイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。もしマイナンバーが入っている住民票を用意してしまったときは、マジックペンなどで見えないように塗りつぶしておきましょう。卒業証明書、技能試験免除のために必要な書類で、有効期限がありますので、早めに受験しましょう。身分証明書、写真、質問票、ボールペンで記入します。日付は受験日を記入しますので、受験当日に記入されることをお勧めします。仮運転免許証、技能試験免除なので、仮免の有効期限が切れていても大丈夫です。これは試験場に返すために持っていきます。筆記用具、学科試験があるので鉛筆、消しゴム、ボールペンを持っていきましょう。印鑑、受験手数料、試験手数料1750円と免許発行手数料2050円の合計3800円が必要です。なお、受験日のご予約や持ち物などは、各試験場などがそれぞれの取り決めで行われていますので、ご案内した内容と違う場合があるかもしれません。詳しい最新情報は、運転免許試験場兵庫など、受験地域を検索すれば各地域の試験場の受験案内が出てきますので、確認してくださいね。これで本面試験の解説は終わりです。受験当日は、受験申請の受付時間に遅れないように、余裕を持ってお出かけください。それでは合格目指して頑張りましょう。